ヤマハの YS62 です。これのいわゆる初期型ですね。初期型ってご存知の通り2種類あるんですけど、はい、一番最初の頃はここがこのベル部のですねヤマハっていう字がプリントになってます。プリントでヤマハってなってます。でこれを海外ではパープルロゴって呼びます。あとはこの接合部分のリングがこれはつるっとしてますけど、最初の頃のものは模様が入ってます。マーク6なんかも入ってますよね。ここに模様があれに似ているような模様が入ってます、ね、網目みたいな、網目ってそこに呼ばれたりします、はい、それの、マイナー1回目のマイナーチェンジで変更されたのがこの初期型です。これも初代っていうくくりですけど、6人の初代っていうくくりで、この一番特徴的な J ガードっていうガードがついてますけど、これは、一番最初の初代の次の初期型になります。でこの初期型結構人気なんですけど、なんで人気かっていうと、デイブ・コーズさんっていう今のサックス界でかなり有名な部類に入る方だと思うんですけど、このデイブ・コーズさんが愛用されているのがこの62初期型のシルバープレートなんですよ。そのことからですね、この62初期型の信用っていうのが今すごく上がってて、とても人気機種になってますね。ただ、この辺りもすごく古いので大抵こうやって入ってくるものっていうのはかなり使い込まれてて、そうですね、中にはかなりボロボロなものも多いんですけど、うん、あとはですね、どうしてもこの辺を調整してちゃんと吹ける状態にしようって思ったら、正直言ってかなりお金かかるんですよね。なんでかっていうと、このヤマハさんのこの昔の1970年代頃のタンポがですね、撥水性があるタンポじゃなくて水を吸収しちゃうようなタンポでできてるんですよ。豚革のタンポなんですけど、これのせいでもうほぼ使わずに保管されてたものでもこのタンポはもうほぼほぼ劣化してるっていう状態ですね、この最初の頃のヤマハさんっていうのは、はい、なので、どうしてもタンポ交換にお金かかってしまうっていうところで、ご自分で修理をされると、かなり10万近いお金がかかるっていう状態ですね、はい、というところでこれもなるべくタンポを使えるところのタンポは残しながら調整と交換をしていただいたっていう状態です。でこれもパンパイプさん調整なんで、ちゃんと音が出るようになってます。比較的綺麗な方ですよね。ベルとかこの辺の2番管は結構綺麗なんです、うん、本体は綺麗なんですけど、キーボタンとかこの支柱なんかには剥がれがありますね。この辺がちょっと赤く錆びちゃってたりもしますね、はい、全体的には綺麗な方ですね。大体綺麗な方ですね、はい、ということでこれは、62初代初期型、はい、はい、即演奏可能な調整品ですので、お好きな方はぜひチェックしてください。